皆さんこんにちは。今日は出張企業インタビューで琉球ダイハツさんに来ております。本来は学生サポーターがインタビューを担当しますが、今日は番外編ということで私キャリアアドバイザーの森山がお届けします。それでは行ってみましょう。こんにちは。キャリアアドバイザーの森山と申します。琉球ダイハツのズケランです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいカラフルで素敵なお車がたくさんですね。ありがとうございます。こちら展示スペースになっていて、はい、まあ、新しく出た車だったりだとか、あとはまあ人気の車種っていうのを並べてお客様に見ていただいてますね。はい、なんか見てるだけでワクワクします。ありがとうございます、はい、一番人気はこのタフトという車が今一番人気になっておりますね。はい、では今日のインタビューは、はい、あの中の方で若手の営業スタッフ対応させていただきますので、はい、ありがとうございます。こちらの方に、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。すごい開放的なオフィスですね。こう白が貴重ですごく清潔感もあるし、こういうところで接客するっていうのはなんかこう。いい気分で、緊張もしそうですけどね、いい気分で接客できるのかなって思いますね。すごい飾りにもいろいろこだわってるようですね。こんにちは。こんにちは。キャリアアドバイザーの森山と申します。琉球ダイハツ本店販売課の宮里と申します。よろしくお願いします。こちら側でお願いします。はい、お願いします。こちらの方、はい、ありがとうございます。失礼します。はい、では改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、宮里さんはお帰国の社会文化学科卒業だと伺ったんですが、大学生の時はいつぐらいから就職は考え始めましたか？3年生の前半まで全然考えてなくて、うん、そろそろちょっと動かないとやばいなっていうのがあって、うん、はい、3年生の後半から動き出してインターンシップなど受けるようになったんですけど、うん、あ、そうなんですね。はい、インターンシップは例えばどんな業界のところに行かれたんですか？主に見てたのが不動産関係だったり保険関係ちょっと見てた部分があって、うん、でそういうのから営業職気になってはいたんですけど、うん、はい、なぜまた営業職が気になったんですか？なんかお客さんと接したいなっていうのがあって、うん、ちょっと喋るのが好きだったので、うん、お客さんと接する仕事に就きたいなっていうのがあってちょっと考えてましたね。なるほど。もともと人と話すのが好きだったんですか？そうですね、友達とかと喋るのも好きなんですけど、うん、接客業とかもバイトとかでやってて結構好きだったので、うん、はい、うんうん、なるほど。じゃあなんか人と直接接する仕事がいいなみたいなのは、はい、ぼやんとはずっとあった感じですか？で、結局今、まあ、ダイハツさんで、うん、仕事しているので、はい、不動産の業界とかはその就活の段階でなんかちょっと不動産よりは車かなみたいな感じになってったんですか？そうですね、この決めてっていうよりはちょっと考え始めたのが、うん、身内で車関係の仕事してる方がいて、はい、それでちょっとちっちゃい頃から車に興味があって見るのが好きだったんですよ。あ、そうなんですね。そこからディーラーもいいのかなって思って見るようになったんですけど、うんうん、それでちょっと決めたっていう感じです。なるほどなるほど、はい、じゃあ就活でもいくつかメーカーさん受けたんですか？そうですね、ダイハツさん受けましたね。うん、あ、じゃあ他には見てなくて、はい、なんかダイハツさんがもういいみたいな感じになったんですか？そうですね、他のディーラーさんも一応この企業説明会などは参加したんですけど、一番ちょっと雰囲気が良かったのと、あと人事部の方が結構いい方で、はい、そういう面もあってちょっと人柄にも惹かれて雰囲気も見てという感じです。大事ですよね、やっぱり、はい、そうですよね、うん、そっかそっか、なるほど。じゃあ、就活の時にその車の営業っていうのは、うん、なんかイメージがあったんですか？
イメージ営業って言うとやっぱり販売のイメージしかなくって、うんうん、やっぱり1台に対して大きい買い物にはなるんだろうなっていうのはあったので、うんうん、はい、難しいお客さんなんて言うんですかね、緊張して買いに来る方が多いのかなっていうイメージがあったりとか、うんうん、あとはもう販売するだけっていうイメージがあったんですけど、はい、実際入社してみるとこの販売だけじゃなくて今後のその後のフォロー、うん、売っただけじゃなくて今後の点検の誘致だったりとかそういう面もあるので、うん、そういった意味ではちょっとギャップではないんですけど営業職って言っても販売だけじゃないんだなっていうのはありましたね、うん、今のおっしゃってたこのフォローっていうのをもうちょっと詳しく聞いてもいいですか？どんなことやるんですか？この販売したお客様だったりとか今第8社乗っていただいているお客様に、うん、点検の時期ですって案内をしていったりとか、うん、そういう部分であとは点検の方工場に入庫していただくんですけど、うん、入庫していただいたらご挨拶させていただいて、うん、聴取伺いだったりとかそういうのをさせていただいてます。ということは入庫その点検できたお客様にこんにちはっていう挨拶もその都度行かれてる？そうですね、ですか。完全にこっちでも対応は商談などで対応入ってしまうので、うん、確実に全員のお客様に挨拶っていうのは正直厳しい部分なんですけど、うん、行けるタイミングがあればもしっかり挨拶はできるようにしているので、うん、はい、なんかあの私あの販売のその見積もりを作ったりとか何か説明をしたりとかそういうイメージがすごい強かったんですけど、うん、なんかすごいあのいいですねこのフォローって、はい、またあのあ先日ありがとうございましたみたいな感じで会えるんですよね。あとはもう結構私が入社する前から第8社乗っていただいている方にも、うん、もうありがとうございますの気持ちも込めて、うん、今から私の方で担当させていただきますっていう担当の挨拶とかもできたりはするので、それでお客様一人一人との絆というか、うん、絆作りなどは大切にしてます。なんかすごい素敵ですね、うん、宮里さんも人と話すのがお好きってさっきおっしゃってましたけど、そういうこうフォローでまたお客さんと会えるっていうのはどうですか？結構このお客様とこの面識するにあたってもう何回も面識重ねていくと、うん、お客様が顔を覚えてくれたりとか、うん、そういうのもあったりするので結構仲が深まって、うん、なんか来店顔見に来たよって言って来店してくれる方もいらっしゃったりするので、うん、そういう面はいい点かなと思うんですけど、うんうんうん、なるほどですね。じゃあ、就職して今3年目になりますか、はいはい、最初の多分入社した時期がちょうどコロナと重なったかなと思うんですけど、どうでしたその頃は？正直この研修などがもう在宅になったりとかで、うん、しっかりこの上司から説明などで研修は受けられなかったんですけど、うん、十分に受けられなかったんですけど、はい、それでも店舗に配属された時にしっかり、うん、あの上司の方が見ててくれて、うん、教育面もしっかりしてはいるので、うん、何かあった時にはすぐに助けてくれるっていうのもあるので、うん、あそこは安心して不安な点はあまりなかったんですけど、うん、はい、研修厳しかったですか？特に厳しくはないんですけど、うん、やっぱりこの業界って結構専門職になってくるので、うん、車の部品のことだったりとか、はい、研修で一通り一応説明は受けるんですけど、うん、それをちょっと全部は覚えられないので、うん、研修はもうしてからその後にもう慣れていきながら覚えていくっていう感じがほとんどでした、うんうん、結構覚える量ってたくさんありますか？そうですね、覚える量は多いんですけど、うん、その分回数重ねればしっかり覚えられることではあるので、うん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 、全部を一気に覚えてくださいっていうわけではないので、うん、そういう面ではちょっとやりやすいのかなと思います。なるほど。この専門用語とかは入社する前までは全然あんまりわからなかったですか？うん、はい、正直もう何もわからなかったです、うん、車の車種を知ってるぐらいで、うん、何もわからない状態です、うん、確かに。そこからこう自分のその知識にするために何か宮里さんなりにやったこととかってありますか？家に持ち帰って何かを勉強っていうのも少しはやったんですけど、うん、それよりはもう車を実際に見ながら自分の場合は勉強して、うん、この車だったらこの機能がついてるんだなとかっていうのをこの試乗車だったりがあるので、うん、それを実際に見ながらもう自分で勉強したりとか、うん、分からないところはもう上司にすぐ聞いて、うん、勉強させてもらったりとか。なるほど。あの先ほどからこう上司の方とか、はい、人事の方ってお話が何回かあるんですけど、うん、先輩方ってどうですか？いい方たちですか？
はい、正直に言って言い方と正直に言って言い方それは良かった、本当に助けてもらってて、うん、何か大変なことがあったとしても、うん、なんか大丈夫って言ってすぐに声かけてくれるので、うん、そういう面ではもう本当に助けられてます。あ、なんかこうよく先輩が怖くて聞きづらいみたいな、うん、あのことがありそうっていうのを学生さんと相談してると聞くんですけど、うん、聞きづらいみたいなことはないですか？聞きづらいことも忙しかったりすると聞くタイミングはちょっと難しかったりするんですけど、うん、それでもこの結構聞きやすい環境を作ってくれてはいるのかなっていうのがあって、うん、何か聞いてもすぐに教えてくれたりとか、うん、ちょっと時間がなかったら待っててねって言ってすぐまたその後、うん、時間見つけてしっかり教えてくれたりっていう環境はあるので、うんうん、私の面でそこは助かりました、うん、はい、いいですね。なんか安心して働けそうですね、うん、結構安心してますね頼りまくりなんですけど、うん、なんかこう笑顔を見てるときっと多分安心してるんだろうなって思いますね、うん、そうですね、うん、なるほどなるほど、そっかそっか。あのちなみに同期の方って何名ぐらいいるんですか？はい、今いるのが5人一応いるんですけど、そのうち2人はサービス工場のスタッフで整備士なんですけど、はい、営業職では自分含めて3人です。あ、そうなんですね。男女で言うと、男女で言うと、3人のうち1人が男性で、うん、2人が女性なんですけど。あ、そうなんですね。はい、ですね、女性の方が多いんですね。同期の場合だとそうですね。そうなんですね。どうですか、あの会ったり話したりっていう機会はありますか？あります。でも最初の頃はやっぱりコロナの影響で緊急事態宣言とかがあったので、うんうん、なかなか集まれなくて、うん、もう LINE でちょっとやり取りしたりとかっていうのはあったんですけ ど、最近からもちょっと連絡をちょくちょく取り合って集まったりっていうのもしてはいたので、うん、そういった面で情報交換だったりとかできるので、うんうんうん、同期にも助けられてます、うんうんうん。もう皆さん別々の店舗に配属されて、はい、うん、そっかそっか。やっぱ店舗によっても違いとかってありますか？そうですね、結構メンバーだったり人数だったりで、うん、店舗の雰囲気はやっぱり変わってくるとは思うので、うんうんうん、私はまだ本店しか対応、まだいないので何とも言えないんですけど、うんうんうん、それぞれ違った雰囲気があっていいと思います。うんうん、移動とかっていうのはあるんですか？そうですね、一応あるんですけど、このどのタイミングで移動っていうのは決まってなくって、うん、その人事が多分様子見て、うん、っていう感じだと思うんですけど。なるほどなるほど、そっか。別の店舗でも働いてみたいなっていうのはぶっちゃけ思います。どうですか？そうですね、ぶっちゃけこの本店だとやっぱり大きい規模になっちゃうんですけど、うん、他の店舗でこの地域の方とかと結構つながりがあるのかなっていうのを見ながらとか、うんうん、じゃあ他の店舗も行ってみたいなとは思うんですけど、うんうんうん、まだちょっと研修しながら、うん、ちょっと様子見ながら勉強しながら行きたいなって思います。なるほどなるほど、わかりました。ちょっとその接客とかフォローについてもう少しちょっと掘り下げて聞きたいんですけど、何かこう接客で印象に残っているお客様対応とか、はい、そういう方との思い出みたいなのってあります？もう本当に私が販売したての頃なんですけど、うん、それこそ6月ぐらいから実際販売が始まって、うん、で8月9月あたりに対応した方なんですけど、はい、ご夫婦でもう人生最後の車ってことで見に来てて、その時ちょうどタフトっていう車が新しく出たばっかりだったんですけど、はい、で今までトヨタさんのユーザーだったのが、うん、ダフトがダイハツでしか取り扱いがないので、うん、それで気になって見に来てくれてて、うん、でもう即決で決めてくれたんですけど、うん、結構めちゃくちゃお世話になったご夫婦 で、うん、で商談の中でちょっと私が一点ミスをしてしまって、うん、でその件について結構お詫びだったりとかさせていただいたんですけど、うん、態度の面だったりとかそういうのでちょっと強めに指摘いただいたりとか、うん、でそこを改善してまた次につなげてねって言ってくれたお客様もいて、でそういうので結構絆が深まって、うん、今でも納車の時にももう娘にしたいぐらいだよって言ってくれるくらい、うん、温かいご夫婦で、そういったものも心にしまって大切にしていきたいなと思うんですけど、その言葉に助けられました。なんかご指摘をいただくって結構やっぱり、うん、落ち込んだりとか、 なんか自信をなくしちゃったりとかするかなって思うんですけど、
実際はどうでしたか？結構落ち込みましたね、はい、いい方々たちだったっていうのもあって、もうなぜこんなミスしてしまったんだろうっていうので自分を責めたりとかっていうのもあったんですけど、このお客様のお声だったりとか、その時フォローしてくれた上司の言葉で結構救われたっていう面はあるので。の上司の方はどんな風におっしゃってくれたんですか？なんかこの今後また大きなミスがあるかもしれないけど、それを今で体験できててよかったねっていうのがあって、でこれを次にまたつなげていけばいいんじゃないっていう感じでフォローしてくれて、で自分もこんなことがあったよっていう上司の方の体験談とかも聞けたりしたので、そういった面でも結構心強かったですね。なるほど、はい。なんかあのミスをダメだとかっていうんじゃなくて、この経験があってよかったねって言ってくれるってすごい心強いというか勇気もらえますね。なんかこの接客があったから何かこう変わったこととか意識するようになったことってありますか？このミスに関しても私のちょっと説明不足だったりっていう点があったので、もうそれ以降はもうしっかりお客様に伝えないといけないことは全部伝えられるようにしたりとか、もう一つ一つも注意しながら見ていって、もう最終確認までして、もう何十人もチェックしてっていうのは心がけてはいるんですけど、やっぱりそれでもちょっと見落としてしまう部分などあるので、そこはもうちょっとまだまだ助けてもらいながら気をつけるようにはしてるんですけど、もうなんか全部が積み重ねですね。いい経験も失敗も全部こう過程になっていくのかなって思いますね、はい、そっかそっか。なんか宮里さんのこう今そういうあのお客様対応とかも あっての3年目だと思うんですけど、なんかダイハツだからこの3年やれたなみたいなところってなんかありますか？正直そうですね、あるとは思います、もし他の職種で自分がついてて、この友達とかでも他の企業に就職してやっぱり合わなくてすぐに辞めたりっていう話もあったりはするので、そういった面ではこの周りが結構助けてくれるっていう環境があるダイハツの方にも結構魅力っていうのもあると思ってて、そういうのは結構大事かなと思います、働くこの業務の内容とかも関わってくるとは思うんですけど、一緒に働くメンバーがどうかっていうのもやっぱり重要なのかなって思うので、なるほどなるほど、じゃあフォローしてくれる先輩たちにこう囲まれていたからこそのこう3年間だったかなっていう感じですかね。そうですね、はい、そっかそっか。でも宮里さんのこうキャラもあると思いますよなるほど。ちょっと話変わるんですけど、女性の営業職ってちょっと敬遠されてるのかなっていうふうに学生さんと話をしてて思っていて、やっぱり結婚出産ってなってくるとハードな仕事はちょっと負担だなとか、で休みも土日じゃないからやりにくいかなって、だからちょっと気が乗らないみたいな声が結構あるなと思ってるんですけど、はい、宮里さんはそのあたりどう思いますか？そうですね、実際この入社してみても思うんですけど、こっちは家族向けに結構優しい会社だなっていうところがあって、そうなんですね。例えばそうですね、この女性スタッフだけじゃなくて男性スタッフでも共働きの方とかだと、お子様が急に体調崩して保育園に呼ばれたりとか、迎えに行かなきゃいけないってことで、もう早退だったり定時に上がったりだったり、そういうのも自分で仕事を片付けられてれば、タイミング見て抜けられる環境っていうのもあるとは思うので、その分周りの人もフォローしてくれたりはするので。あ、そうなんですね。そうですね、なのでやっぱり女性の方だとそういう悩みもあるとは思うんですけど、こっちだとそういうのもやりやすいのかなって思います。出産などでこの1回休んだとしてもまた戻ってこれる環境っていうのもあるっては聞いているので、そういった面では安心していいのかなとは思います。実際ママさんたちも働いていらっしゃいますか？あ、そうですね、こちらにも一人ママで働いている方がいるんですけど、結構頑張ってますね。あ、そうなんですね、はい、尊敬するぐらい、あ、尊敬するぐらい頑張ってる、ね、じゃあバリバリなんですね。そうですね、販売も実際に結構もできてて、フォローもめちゃくちゃしてて、その分帰ってお子様と子育てしたりとか、なるほど、そういうのもしてるので、すごいなって思いますね。なんか勝手なイメージでどうしてもこうお客様が来店するから早退はできないとか、
いうふうに思っちゃってるんですけど、なんか決してそんなわけではない感じですかね。そうですね、約束してるお客様とかだと、うん、基本的にもできるだけ対応できるようにはするんですけど、うん、そうですよね、どうしてもやっぱりお子様の体調だったりとか、うん、抜けないといけないっていう時は、うん、その周りでフォローしていくので、うん、そういう面では大丈夫かなとは思います、うん、やっぱりあの周りのこうスタッフ、うん、というかもう店舗のスタッフみんなで協力してるっていうのがすごい伝わってきますね、うん、そうですね、結構大事だとは思います、うんうんうん、ありがとうございます、うん、じゃあもうさ最後なんですが、あのこれから就職活動する、はい、あの学生に向けて何かメッセージとかあれば教えてください、はいはい、そうですね、私に関してもそうなんですけど、正直この何に就きたいとかどういう仕事をしたいって決まってる人も少ないとは思うんですよ、うん、なので決まってない人に向けてはいろんな合同説明会に参加して、うん、いろんな企業を見ながら自分の業種、うん、どれが合うのかなっていうのとかを見るのも大事だとは思うんですけど、うん、ちょっと先ほどから伝えているようにやっぱり職場の環境っていうのも結構大事だとは思うので、うん、はい、一度この店舗のこの説明会だったりとか、はい、そういうのにも参加してみて、うん、実際に働いてるスタッフだったりとかのお話を聞くのも結構大事かなっていうのはあるので、うん、もう職種だけで見るんじゃなくて会社の雰囲気まで見ていただけたらと思います、ねうん、なるほどですね。今の、ま、コロナの、あの影響もまだまだ続いてはいますけど、可能な限りあの自分の足でこう動いて、はい、あのその職場とか人をちゃんと自分であの接して、うん、あの確認していくっていうのが大事なんですね。はい、そうですね、うん、分かりました、はい、今日は本当に貴重な時間いただいてありがとうございました。インタビューを終えてみて、自動車販売の営業の仕事について詳しく知ることができました。最初は営業というとノルマが大変とかプレッシャーがあるっていうイメージだったんですけれども、宮里さんとお話をしているとしっかりとお客様と向き合って、また周りの上司や先輩の方々にも温かくフォローしていただいて、自分らしく仕事ができているような感じがしました。女性も働きやすい職場だなというふうに思ったので、ぜひ興味のある方は一度琉球大発さんの説明会やまたこちらの店舗に足を運んでみてください。